はみささんこんこにちはですおあ今日はね、友人、フールド行ってみたいと思います。はい今回もいろいろめちゃめちゃちょっと触ってみました。で、えー、っとね、まず結論としては、えー、っと今回、えー、シールド系とまあ、体力系というかな、シールドありなしで一応2パターン大まかに組んでます。はいなので、シールドあり現状は、 まあ割とデスストーカー行くことが多いのかなはい。まあ梨系はね、400%ダンジョンだったり、まあ他のボスだったりというところでしょうか。うん。で、今回ね、やっぱ肝となるのが、やっぱここのイクシードかなうん。で、えー、っと、イクシードですね、えー、っと、いろいろまああのね、コメント等もいただきまして、まあこういった攻撃、 素敵治療とかねあとまあいろいろ触ったんですけどもあの例えばちょっとねこれお試しまあ救急箱とかで、えー、設置すると一番スキルが味方が回復する救急箱を一応出せますとはいただこれ自分は回復しないんですねこれがこれが問題だねこれが問題 で、えー、基本的にユジンさんの要となるこの4番スキルの全体回復これを設置しちゃうと攻撃できないっていうねうんその代わりデスストーカーとかで、えー、デバフを食らってる味方を浄化、まあ、いわゆるデバフ解除できちゃう浄化効果が付与されます なんですが、これね、大事なとこなんですが、これ、クールタイム見てわかるように、120秒でめちゃめちゃクールタイム積んでも、約40秒、約40秒クールタイム入っちゃう。これね、これがね、ーあんまり私的には使えなかったかな。なので、この、効率的治療法ね、これはスキルを、味方を一定数回復すると自分も回復するんですけど、 あんま回復しない。で、こいつもデバフ持ちなんだけど、うん、あんま回復しない。ね。そうなんすよね。はい。で、えー、っと、拡散性アレルギー。これに関しては、えー、400%ダンジョンとかでめちゃめちゃ役に立ちます。あのー、 これをね、敵に当ててそいつを倒すと周りが爆発するっていう。うん。なので、400%ダンジョンでこれつけていくのはまあありかなと。まあありなんですが、まあ割とバニーちゃん及びフレイナがまあそれなりにはいるので、まあそこまで、まあソロとかだといいと思うんですけどね、そこまでかなっていう。で、えー、ね、一周回って、結局ここですね。 義務と犠牲ということで、同じミッション、参加中メンバーね、1秒ごとに、ね、回復効果、リジェネ的なやつが入っちゃう。ね、リジェネうん、リホイミ。うん。なので、もう主軸はここと後悔してます。ね。で、えっと、問題のシールド系ですね。はい。見ていきたいと思います。なので、えーっと、 ここの義務と規制クールタウンが約10秒。で、えー、この、だから10秒でなんとか回したい。で、したときに、ここのね、スキル系フォーカスがちょっとやっぱいるかなという感じになってきます。はい。じゃあ、えー、っと、まず使用的にいきましょうか。 えっと基本的に1番っていうのは、やっぱなかなか使いづらいね。これ、これ何とかしてほしい。これ基本使わない。で、2番は、まあ基本、巨神とかにまあたまに当てる。やっぱ大事なのは3番および4番。あとは、この辺は、えっと、スキルのリソース管理しながら回すことになります。 でえー、基本的に4番はもう切れて、えー、味方体力減ってたらゴリゴリ回復するような形でもう MP は割と大丈夫かなという感じです。はい。で、HP2 枚差しにしてシールド変換してここね。で、えー、シールド最大数も上げてます。で、えっ、ー、と問題はこの C ね。シールド増大。えっ、ー、とこれがね、今い、えー、入れて2万7000円ぐらいかな。 はい、シールドで、えー、これ外すと1万7000円ぐらいになりますで、えー、これ外していける方はもうこのね熱烈支援ゴリゴリ入れちゃってくださいっていう、うん、まあもしくはまあこれどっちか外して熱烈支援ここ入れちゃってもいいかなっていうところうん ただシールド17000だと、やっぱ若干心もとないね。デスストーカーに関しては。はい。で、スキルクールダウンがここで2枚差し。そして、スキルコストカット。もうこの辺はちょっといるかなっていう。スキルコストないと、えー、結構連発したらガス欠になります。はい。で、でですよね。はい。で、あのー、 回復系の医療サポートとかいらんのっていうとこで、この医療サポート系、HP 回復系が今、だいたい1万ちょいぐらいなのかな、回復、常時。これがだたい10秒に1回。なので、えーと、この辺外すとそれが15秒とかに伸びちゃうんで、12秒、15秒ぐらいになるのかな、1枚外して。で、えーと、サポート系を1枚刺すと、えー、大体1万5000前後、ね。2枚刺すと2万前後。 の回復量、たいね、たいぐらいにはなります。なので、その辺はちょっと、えー、ね、組むパーティーとかによって変わるかもですけども、まあ、現状ね、まあ、1万ちょい回復できたら、まあ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 ,まあっていう、ここなんで、今回は外してます。はい。ということで、えっ、ー、と、先、じゃあ、なしバージョンも見ていくなしバージョン見ていくかなしバージョン。 はい。次は、なしバージョンで、ちょっと射撃系にも特化しているパターン。はい。で、えー、っと義、義務と犠牲。はい。同じ。で、HP2 枚差しも同じ。で、えー、っと、これ1枚あると、ほぼほぼ全体を、えー、賄えるというところの、えー、スキル拡散ですね。はい。そして、今回はこの義務犠牲に合わせた熱烈支援をしっかり入れていくというところで、 えー、射撃フォーカスとこの2枚差しで、えー、自身の、えー、攻撃力も上がってます。あとは同じですね。フォーカスフォーカスで。で、この熱烈支援が、えー、と10秒間上がっていくという形になります。はい。なので、えー、極力、まあ、この辺とかね、この辺スキル回していきたいので、えー、極力このクールダウン入れてます。 なので微調整するとしたらこの2枚1枚外して先ほど言った医療サポート入れるとかまあ場合によったらここに防御力系ね防御力系入れるとかでえっと今回まあ例えばこのパターンでいくと HP が22000で防御力が5000弱ぐらいしかないんですがうんここ防御力積むとえっと1万近くなりますでワンチャン ワンチャンもうカチカチにしたい方でネメシス使う方とかであれば防御力入れてもいいかなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、武器に関しても基本的にはレガシーで、えー、まあ、例えば400%ダンジョンとかであれば、まあ、サンダーとかでもいいかなとも思うんですけども、基本レガシー使ってます。はい。 なので、リアクターはその関係のもの。で、ここ、オプションとしては、えー、クールダウンはぜひ欲しい。とこかな。うん。はい。で、えー、っと、外装部品ですね。外装部品に関しては、まあ、ちょっとこれね、結構、難しい。うん。一応、今回、シールド、ね、ここ2枚挿しの、えー、オプションは HP とこちらは MP 関係ですね。で、 下がですね、所持量アップの、えー、虐殺者にしてあります。はい。なので、えっ、ー、と、ここはまあね、まあ基本、大体一緒かな。うん。まあこの辺はちょっとね、いろいろ、なんか他パターンあれば、いろいろコメントで教えていただけるとありがたいです。はい、えっ、ー、と、じゃあね、えー 戦ってるとこ見ていきましょう、どうぞ。 はい。えー、ということで、えっ、ー、と、今回、友人いろいろね、いじってみましたけども、うーん、まあ、一人いると嬉しいね。安心感ある。まあ、ボスもそうだけど、まあ400、400%ダンジョンね、意外と、意外とね、ポロポロ死んじゃったりもあるんで、まあ、一人いると安心なんじゃないでしょうか。 はい。で、先ほどのね、デバフ関係じゃあどうすんのっていうことで、デバフはね、一応ブルービートルだと自分の解除はほぼほぼいけちゃう。ね、得意スキル使用時自分を浄化するということなので、この辺うまく使いつつ、まあデスストーカーに関しては、えー、ね、味方のデバフはもう自分で解除してもらうかなっていうね。基本的に、えー、デスストーカーも、ユジンと、まあユジンというか、 塩素ね塩素いないとやっぱ結構ガス欠なるしっていうところもあるんでなので、えー、まあデバフかかってもまあそこまで現状はねもうだいぶ皆さん慣れてきてるので時間かからないかなっていう感じです一応ねブルービートルで、えー、自分のデバフは解除できますなのでえー、っと塩素とかユジンかなはこれ使えるんじゃないでしょうか はい。いつもご視聴ありがとうございます。えー、よろしければ、エクスフォロー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また、ライブでお会いしましょう。バイバイ。